りバンドクファン、バンディです。妻にモテたい男が作るカニシャブ鍋、ありがとうございます。ただいま絶賛東北の旅配信中でございまして、毎週ね3話まで上げさせていただいたんですが、30分ぐらいの長いビデオを作ってまして、ちょっとこれは間に合わないぞと、毎週はちょっと間に合わないぞとなってまいっております。楽しみにお待ちいただいている方、大変申し訳ないんですが、少々お待ちください。今回は先ほども言った通り、東北に僕行ってて、美味しいものを一人で食べて帰ってきたんですよ。でいろいろお土産も買って帰ってきたんですけど、妻にねやっぱりこう贅沢をさせてあげられてないかなと思いまして、贅沢な料理をですね振る舞って出してあげるというのがな、言うのがな、したいんだ。うん。ということでですね、業務スーパーに行ってまいりまして、贅沢させてあげたいのに業務スーパーですかと思うじゃないですか。ところがどっこい、業務スーパーで冷凍食品をうわーって見てて、一番高いものを買ってきました。それがこちらです。ドン！生ズワイ棒ポーション！棒ポーション！ちなみに妻うんちゃんは今2階でね、動画を作っていらっしゃいます。なんか撮ってんなとは思うかもしれないですね、僕こんな今日声を張り上げてたら。いつもねうんちゃんには編集してもらってますが、今僕が特に旅の編集で、時間をね使ってしまって、いつもよりも多くうんちゃんにね動画を編集してもらったりとか、本当にね本当にねぎらいたいわけです、私といたしましては。はい。なのでですね、こちらのズワイポーション買ってまいりました。これなんと5000円ちょっとします。6000円ぐらいだったかな。 400g なんですけど、これはこういうもう剥いてあるんですよ、殻が。グラム数は小さく見えるけれども、殻が入ってないんで、重量の割には食べる部分が多いというか、過食部分だらけというものになっております。これは贅沢ですよ。これを今日一晩で食べてやろうと思ってます。今ねカニがエビがカズノコがイクラがないって、ニュースで言っていると思うんですけど、これ今のうちですよ。業務スーパーでカニいっぱい売ってましたんで、業務スーパーのカニってどうなんっていうところも含め皆さんに お伝えできたらと思っております。早速ですが、こちらですね、解凍してまいります。こちら生のズワイガニでございますので、どうやら調べるところによると、僕すみません、料理できないですよ、僕料理できない、もう全部調べて、できない人が調べてるんで、調べた先すら間違ってる可能性ありますけど、生のカニは流水で一気に解凍した方がいいと、自然解凍とかじゃなくて、そうした方が美味しさが逃げないということで、このようにですね袋に入ったまんま流水で解凍していきます。カニ以外何買ってきたか、こちら全部業務スーパーで買ってまいりましたのでお見せいたします。水菜、長ネギ、人参、絹ごし豆腐、ぶなしめじ、それだけですカニしゃぶがメインなんで、それ以外はねそんなにこだわらなくていいかなと。で締めのうどんですね。あとはですねこちらも業務スーパーで買ってます。はい。でこれも業務スーパー、ドン、料亭鍋のゆずポン酢、これめっちゃうまそうじゃない。それからですねこちらドラゴンフルーツ、フルーツで一番何が好きって聞いたらドラゴンフルーツって言ってたんですよ。そんな人いるんだと思って、デザートに出そうかと思います。あとはこちらですね、ドン、ワンカップ大関のろうそく。ろうそく買ったの。ろうそくが売ってたんです。これ珍しい、可愛いと思って買っちゃいました、ついつい。めっちゃ可愛いんですよ。見てこれ、めっちゃ可愛くない？これほら、線が入ってて、これ火つけて、ろうそく。めっちゃ可愛い。火つけずにこのまま飾っとける可愛さだよね。これはもうだから関係ないですね、今回の鍋には飾っておきましょうあとはお酒ですね、買ってまいっております。じゃあこちら下準備してまいります。これ解凍しながらね、あ、
野菜を洗っていきます。今回の野菜たちはマジでカニの脇役ですから、名脇役を演じてもらわないと。まずネギを1本切りました。水菜って切らないのが正解かな、もしかして切りすぎ。これで彩り担当、人参さん。ピーラーなくしたって言ってたな。ピーラーないんだよこの家。どこまで剥いたらいいもんなのかもわかんないし、剥かなくてもいい説あるよね。人参ってどうやって入ってる、普通さっぱりわかんねえな。輪切りでいっか。人参1本ってこんな多いの、そこにびっくりだ。落としちゃう、キワキワで落としちゃう。プリッとキワキワ。あーいい感じだ。ちょっとやりすぎたかも。あ、水入っちゃってるし。え、水入っちゃってるし、ちょっとよくわかんねえな。もったいないことになってない、これもしかして。開けてないのに水が入ってる。溶けて水が出ちゃったのかな。見てこれ、めちゃめちゃ贅沢マンですこれ。豆腐を食べやすいサイズに。よっしゃ、はい、具材が用意できました。そしたら、しめじさん4倍濃縮なんで、濃くすることも薄くすることも後からどうにでもできるんで、だいたい1対6とかそんなもんの割合で煮汁を作りました。ここに先ほど切った野菜たちを並べちゃいます。これで火にかけます。うん、できない男の料理って感じがして、なかなかいいんじゃないでしょうか。もうできたよこれ。あ、沸騰してます。ちょっと火を弱めましょう。そしてこの状態で味を見てみましょう。乾杯。あー優しい。しゃぶしゃぶだからこんなもんでいいんだろうな多分。だってあれだもんね、ポン酢につけて食べるんだもんね。できた、できた。うんちゃんを呼んで食べてもらいましょう。モテるかな、モテるかな。モテたいな、モテたいな。よしよし、できた、モテる。うんちゃん呼ぶ。うんちゃん、うんちゃん、できたよ。今日はうんちゃんをねぎらうためのねぎらってくれる、はい、業務スーパーで一番高いカニ、カニしゃぶ鍋です。やったカニしゃぶ鍋。てってれー、しゃぶしゃぶなんでね。ここは大したことないんですよ。美味しそうよ。そう、ここにこれをしゃぶしゃぶってして食べます。やらせていただきます。お願いします。生で食えるやつ。生で食えるやつです。なのでさっと通すだけで。いいですね。おおすごい。いただきます。はい、うん、美味しい。甘いよこれ。ビールと日本酒ありますけど。いいね、日本酒でしょうか。日本酒でしょうか。今日の日本酒はこちら、東京ザカリ東京ザカリ純米吟醸です。これは青森で買ってきた曲げわっぱのおチョコです。ありがとうございます。なんか知んないけどねぎらってもらいます。うまっ。シャーブシャーブシャーブ、うめーやべー、めっちゃうまいじゃん。カニのうまみここに出し切ってうどんしたら絶対うわうわ、もうここがうまかったもん。モテた、モテたよ。イエー、妻にモテましたということで、引き続き召し上がっていただいて、動画の方はね、これで一回二等食いとかしてもいい。いいです、いいです。やってくださいぜひ。美味しい。業務スーパーのカニいいね。値段的にちょっと高いのかな。どうでしょう。でも殻がこんだけついてなくての値段なんで、とにかく味は美味しいので、ぜひ見つけたらお試しください。ちょっと高いです、ちょっとやっぱ高いですけどね。5000円いきなり業務スーパーで使うってなるとちょっと気引きますけど、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お待ちしております。それではまた旅の動画でお会いしましょう。
皆さん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。